はい、どうも、トシです。前回の続きやっていきましょう。前回この家を、はい、建てましたね。はい、どうも、僕です。豚ちゃんです。前回この家を建てたわけですが、この家を建てて何をしたかったのかあんまり記憶がございません。そんなことについてないね。じゃあとりあえずこれ焼きましょう。で、なんだこの BGM はだらしいな。なかなか聞かない BGM だよね。で、今回ですね、やっぱりせっかく家を建てたんだし、せっかくこんなのどかなね、いいとこだもんで、待って、この BGM 何？怖え。なんか怖い BGM なんだけど、これ。フォーン、フォーン言うて。で、まあこんないいとこなんでね、せっかくならば、やべえ、豚ちゃんがなんかあれ、海水浴しとるで。あれしようと。畑でも作ろうじゃないかと思ったわけですが、はい、思ったわけですが、皆さん、私ですね、思ったんですわ。ここら辺動物多いよね。畑作るよね。まあ確実にやらかされるよなと。まあ具体的に言うと、やつらジャンプしよるかなと。荒らされるね。だから、思ったわけよ。木足りねえぞと。柵作らんとかんけど、木足りへんぞと。木もこれしかねえぞと。足りるやないか、頭で。十分やねんけど、どんなでかいのを作ろうと思ったん。こうか。フェンス。場所は、まあ、立地的にここか、ないし、こっちでもいいんだけど、なんか、家出たら畑っていうのもいいかな、なんて思ってね。なんか、せっかく開けてるしね。ここにしましょう。ちゃうねん。ちゃうねん。ここ。で、場所的にですね、まず家の方向から入りたいもんで、家の方向から入りたいもんで、まずこのフェンスゲートを、からここら辺に置いて、浮いとる？気のせい？で、こういう感じだね。で、あんま無駄にデカく作ってもあれだしな。多分畑だし。こんなもんかな。こんなもんでしょ。ね、どう？もちろんか。こんなもんじゃない？で、まあ、向こう側にもここから出れるようにしてあげて。で、まあ、目印として置いてあるみたいな感じで。足らないですね。3つ足らないですね。こんな感じでね、こう、豚さんとした、こんな感じでやっていけばいいとは思いますが、ちょうどこれで3つできるね。はい、じゃあ、まずですね、ここまでできたら、さあ、じゃあどうしようかということで、こっから入るわけですね。で、目はいいからね。ここに、私は水を通そうと思います。はい。こう水を通して、これ2ついけたっけ？多分いけたよね、2つまで。そうしたら、ここに水通しちゃえばいいのか。いや、わかった。だもんで、ここに水通しちゃえばいいのか。ね？頭いいって言うけどさ、落ちるやん、ここ。ねえ。
と考えよう。このこっから出れるようにするのかかよ、それかもうここをやめちゃう、やめちゃってこっちから出るようにする、どっちがいいかな。向こうから出れるようにすればいいか。そうだ、いや、そうしよう。目はいいね、目は。よいしょ。で、ここにこれを置いてあげると。よし、これでいいんじゃないか。で、そしたらですね、水を汲んでこないといけないわけですが、もう、夕方なので、一旦寝ましょう。バケツ作ってから寝ましょうか。バケツ作ればちょうどいい具合だと思うので。で、多分ここ焼けてるもんで、これで、バケツを作ります。確かこんな感じ。違うね。どうだっけね、バケツ。覚えてないですわ。バケツどうやって作ったっけ？こうか？待ってよ。こうや。オッケー、できた。じゃあ寝ましょうか。ちょうど夜や。おはようございます。ではですね、結構めんどくさい作業になるんですけど、バケツもそんなたくさん作れるような鉄も持ってないし、まあ、すぐそこだし、いいよね、ってことで、何回か往復しましょう。おぉ。よいしょ。あ、そうだ。あのさ、これやらん？知ってるこれ。この無限水、このバージョンだと無限水ってできますが、 1.8.9 以降のバージョンどうなったんでしょうか。あ、 1.9 以降か。 1.8.9 以降っつうと 1.8.9 入るもんな。あ、ちなみに今 1.8.9 のバージョンです。で、前回かな、前々回か、まだ前回の動画編集すらしてないから、前々回に、まあ、ご質問のあった、なんで 1.8.9、なんで最新バージョンちゃうのって普通のマイクラなのにモッドとか入れてないのにっていうお話があったんですが、まあ、個人的な、個人的なね、あれなんですよ。あんまり、9以降のバージョンって僕嫌いなので、システムがあんまりマイクラっぽくないっちゅうか、なんちゅうか、めんどくさいっちゅうかね、めんどくささが加わったというか、なんというか、僕何をもってそう言うかっていうと、まあ盾やな、うん、盾、アイテム増えたのはいいの。ただ剣で防御できない盾装備してないといけないっていうのがなんかめんどくさそうで。で、あと何回も切れんちゅう、ため攻撃ね。なんかもうあの要素があんまり僕としては好ましくなくて、まあ、ちょっと敬遠してるっていう部分がありますので、偉そうに。ちゃんと流れたね、よかった。流れんかったらどうしようって思ったの？じゃあラスト。ここ行きましょう。ラストじゃよかった。よいしょ。オッケー。これで一応水は完成いたしました。畑に欠かせない水ですね。また今後水草っていうんですか、ハスの葉っていうんですか、あれ拾ったらね、ちょっとどんどんね、浮かべていきましょう。あんまりね、好きじゃないんだけどな、あれ浮かべるの。緑になってね。いや、まあいいや。とりあえず、じゃあ、珍しいな、なんか頭の木ばっか使っとるって。
昔あるとこずっとなんかあんま行かないからね。ああ マジで違うやん。ちゃうやん、ちゃうやん。一個でいい。一個でいいね。待って、マルチマジでないもん。邪魔、邪魔、邪魔、どいて。マルチもないじゃん、一個も。マジか。ラストマルイしよう。ラストマルイし。あ、間違えたし、しかもちょっと。違う、なんで今更さ、そう、喋る作った。バカ。バカだな。置いときましょう。これもこれも。で、でよ、なんでリンゴ持ってんの？じゃがいもも1個しかないの？ 1 個しかないの？え？もっとない？1個しかないの？本当に。マジかよ、おい。マジかよ、本当に？ マジか。そしたらさ、どうしようかな。まあいいんだけど、あれを作りたいよね。作り方忘れちって。こうだっけな。はい。キノコは完成。僕はこれをね、作りたかったわけですが。じゃあこれで、畑の方を、今から私は農業をやりたいと思います。はい。農業です。じゃあですね、やっていきましょう。向こうから入ればよかったね。では、耕していきます。耕すでーす。やばい、こいつ邪魔だ。これどうしようかな。これないとさ、暗すぎるもんね。どうしてはろうか。まあ、とりあえず今は考えんでいいか。夜の暗さ見てみるだな、また。あんま暗いとね、育たないんですよ、こいつら。偉そうに。真ん中大丈夫かな？真ん中。じゃあ、とりあえず、じゃがいもは、どこにしようかな。一番こっちにじゃがいもを置いておくとして、他のところには、こうやって、小麦？まあ、種ですね。種の方を植えていきましょう。そう思えば、新バージョンっていうか、1.9以降って、なんか野菜増えました？ いや、わかるでしょ。本当に、もう知らないんですよ。本当に1.9以降、あんまり興味がなかったっていう。そういうあれで。うん。はい、こんな感じにしてたんですよ、実は。夜もここずっと立ってましてですね。いやー、気づいたら夜になってたわけで。まあ、弓のね、骸骨さん来たらやばいな、思って。されて死んじゃうなって思って、まあ、こうやって作ってたわけですが。よし、結構いい場所だよ、なんかこう、押しとこう。結構ですね、いい具合に育ってきたかなと思うので、とりあえず、これバックに写真撮りますか、こうやって。どっかいい場所ない？ここかな。
らいかな。よし、ここや。じゃ撮ります。 3,2,1。 はい、というわけで、ずっと待ってですね、今何分、ちょっと見ていい、ちょ見ていい、マジで。録画1時間26分だってよ、とんでもねえな。マジでそんなに待ってた、しばらく待ってたんですよ。じゃあちょっと収穫しましょう、ようやく。よいしょ。あ、じゃがいももできてるね。収穫自体はこんな簡単に終わっちゃうんですけどね。悲しいぐらい、簡単に終わったな、今。あー、じゃがいも増えてないな。じゃがいも増えてほしかったんだけどな。まあ、いや、気長にやりましょうか。分かったことは、これ待ってるの非常に大変だということですね。よいしょ。あんだけ待って26個しか取れんのか。なんか悲しいな。今後また人参とかもね、できたらいいなと思ってますんで。じゃあこれここ入れましょう。35個になりましたね。ちゅうことで今回はご視聴ありがとうございました。早いな、もう育ってるし。じゃああれ取って、取りながら終わろうと思います。またのご視聴をお待ちしております。それではバイバイ。